いやー、刹那啓介だよ。ライト2。続きやっていきたいと思います。オリビアさん、あなたのことを信じてたんですよ。あなたのキャラが好きでね、僕はね、あなたのことをね、それだけの理由で信じてたんですよ。それが、これはどうですか？ちょっとあなた、まさかなんか裏隠してるでしょうって、そんな展開になってきましたよ。まあ、やっていこうか。こいつらのどっちかが嘘ってことですな。喧嘩してないね。喧嘩はしとるだろうって思うけど、とりあえずもう一度の方見とこうか。これは女癖が悪い。いや、それは本当だろう。それはさすがに本当だろう。これが嘘って言われたらさ、あのルーカスのキャグター崩壊してくるで。ルーカスってさ、女癖が悪いってキャグターそこそこ俺気に取ったんぞ。それで嘘を言われたらさ、俺何を信じればいいかわからんもん。これは本当じゃ絶対。これでこっちがさ、本当言われたらさ、ルーカスがかわいそうになってくる俺。ボコボレ、あ、え、フィーナ HP 少な。回復するんだった。ワストだワスト、いけるか、いけ、よっしゃ、倒れる前に。ようやく、よし、レベルアップして、よっしゃ。やっぱりそりゃそうよな。ルーカスの女癖が悪いって嘘言われたらちょっと俺本当困ってましたよ。回復しとこうかな。まあいいや、進もう進もう。やはり喧嘩はしていたみたいですね。そりゃそうだろう。あんだけ女癖悪かったら喧嘩なしって言うわけにはいかんだろう。さすがにな。最近原因は不明で物が壊れることが多いとマスターに伺いました。原因がわからない理由はあなたがウィリアム君を使ってそのことに関する記憶を消しているからでは。そう思えてくるところです。ウィリアム君、オリビアさんに手貸したらあかんよっていうことを言っておきたい。警告です、警告を。え、今の反応なんだよ、オリビア君。マスターと施設の準備や練習をするとき以外、あなたといることが最近多いようですし、僕は今回の件はオリビアさんが絡んでいるのではと考えています。さあ、何その顔、バレちゃったから仕方ないみたいな顔やめて。違うと言うなら納得のいく説明をしてくれないでしょうか。知りたい？そりゃ知りたいよ。てか何知りたいって。被疑者ぞあんた。被疑者の立場で知りたいって言葉出てくるかと思わんよ。ただ知りたいことは一つあるよ。3サイズ。ん？ゲームをして私に勝ったらいいわよ。何でも話してあげる。ん？今何でも話してあげるって言ったよね。何でも話してあげるって言ったよね。何でも聞いていいってことだよね。3サイズ。聞くぞ。ちゃんと話していただけますか？ええ。ほら、さっきの怪物も出てないでしょ。本当よ。確かに。ゲームの内容は？ゲームの内容、デスゲームとか嫌よ。負けたら死を持っているってか、そういうゲームは嫌よ。開示的なのは嫌やぞお前。ブラックジャックやポーカーの経験は？俺はないけど。僕はしたことがないです。ハルモンか。だったらもうそれはやめといた方がいいな俺は。なら神経衰弱をしましょう。こっちならわかるでしょ。わかるけど、わかるけど俺神経衰弱苦手なんよ。覚えるの苦手なんですよ。覚えるの苦手すぎて3ターン連続で同じやつを引くっていうことを何回かしたことあるな。ただ少し特殊なルールを。一つ数字を決めて、その数字を先にペアで揃えられたら勝ち。はあ、ナインボールじゃ。なんだろう、ビリヤードのナインボールみたいなルールじゃ。1か8までどんだけ落としても最後の9さえ落とせばそれで勝ちになるやつや。そういうタイプのやつや。なるほどな。いいルールやないか。数字はそっちで決めていいわよ。エース、エースがいいな。ああ、エフィーナちゃん、エースを選ぶとは君もなかなかお目が高いと、そちらのお嬢さんが言っているみたいだけど。ええ、僕もエースでいいですよ。なら練習で一回やってみましょうか。私からの先行でいいわ。ああ、そう。いや、ちょっとね、今私からの先行でいいわって言うだけけどさ、何お前先行取っといて上から目線やねんって思ったけどさ、あれじゃな、神経衰弱って高校の方が有利やな。そうだ。4、8ね、外れ。私めくってもいい？いいよ。やったー、2と2。え、フィーナすげえ、1段目から開けとるよ。すごいぞお前、勘が鋭すぎんかお前は。おめでとう。でも今回はエースを添えなきゃいけないから外れよ。そうなんだよな、いいな。
こういうとこで勘働かせて後で運が悪くなったか、運を使い果たして後からどんどん悪くなっていったらさ、ちょっとそれこそもう天罰報道、天罰本報道ってなんだ、天罰だよ本当やな本当、うん、てー何お前引いとんねん、ちょっと待って、え神経衰弱、俺の地域のルールじゃさ、あの当てたらもう一回連続で弾けるっていうルールがあるんやけど、なんなんお前らの世界じゃ違うん、え連続でできるって俺の地方のローカルルールだったん、ええみんなどころ、みんなの地域はどうなん、神経衰弱当てたら連続で弾けるとかいうルールない何オリビアさん堂々と弾いとんなんだ、そっちはそういうルールなんか、エースとゴ出たよエース、エビこのエースの場所覚えとけ、覚えられないなら俺が覚えとく、あの場所以外のエースを弾けるように集中すんだ、そしたらこっちの勝ちだからな、うーん頑張る、鉄砲撃ってバンバンバンえひなちゃん、えひなちゃんそういう意外と庶民的なことを知ってんだね、えひなちゃん、あら女の子に随分野蛮な教え歌を教えてるのね、あ教え歌じゃなくて数え歌を教えてるのね、さっきと違うエース、えフィーナ、ほんとお前勘いいな、なんでそんなに簡単にいいやつ弾けるんだな、さっきエースが出たのはここだっけ、違うエースは、あうんあれれどうしたの、早く弾いてくれないと待ちくたびれちゃうわ、エフィー適当に弾け、外れたー、ならこっちの番ね、ダイヤのエースとスペードのエース渡してるの勝ちね、どんな感じかはつかめた、もう本番にする、あれじゃない今パチってなったと、さっきパチってなったのさ、絶対お前力使ったろ、記憶消してたろ、俺らの、僕の方からも特殊ルールを追加しても大丈夫でしょうか、どちらかが一方が有利になるようなものじゃなければ、まず一つ勝負は三本勝負、先に2本取ればその時点で勝ちとしてください。3本勝負にすん。なんか3本にしてなんか意味あるんか。もう一つ、Eターンが終わるたび、場にあるカードをシャッフルさせてください。あ、そりゃ、そうよな。3本選手だったらその方がいいかな。3本選手？日本選手やな。まあいいや。ええ、2つでも大丈夫。特殊ルールに加えましょう。勝負の場所は、あのカードゲームができる部屋でどうかしら？あったな、そんな、なんかテーブルが5つほど並んだところあったな。めちゃくちゃ雰囲気出とるやん。もう、カイジのエスポワールみたいなところあったもんな。あそこでやるん？はい、大丈夫です。あ、あともう一つだけ。勝負はもう少しあと、今日の夜でも大丈夫ですか？あ、対策立てるつもりなんや。その間に何か考えようとしとるな。いいわよ。じゃあ、今夜7時に、あの部屋に集合で。はい。さーて、今日の夜が勝負の時ですよ。首洗って待っとけや、オリビアさん。いや、犯人。今夜7時、あの部屋で。私に勝てば何でも教えてあげるわ。こういう回りくどいすることするあたりがさ、もうなんかさ、怪しいんですよ。巻き込まれてお前もさ、なんか随分ちょっと残念ですよね。ほら大人の世界に子供を巻き込むけん、いやこっちも巻き込んどるけどさ、エフィーナを、あの時完全に記憶を持って帰ったような、エースの場所全然分からなくなったよね、お前ちゃんと覚えてたのか、えへへどうするの、あんな風にされたら勝てないじゃん、俺に考えがある、あのトランプゲームをする場所あそこを一回調べるぞ、どうやったっけな、トランプゲームの場所確か1階でこっちやったかな、あその前にこいつら話しかけとんの、なんか気になるげん、こいつら話しかけとこう、あれあっちは調べたっけ、妨害されてるやん、調査の妨害されてるやん、ウィルソン君なんか悪用されてるよ、ウィルソン君、悩んでる、この人もなんかおっとこっちにもおるな、今回隊長たちも来てるんだろう、下っ端だからあんまり近くで見たことないからちょっと緊張するな俺が緊張しそうかのような髪型じゃない今、久しぶりだ、お前らとも話をしよう、どうしたお前ら、
いつもより口数少ないぞ。どうしたお前ら、風邪か？風邪であんまり喋りたくないか？ここだったかな。あ、ここやね。このさ、カイジがエスポワールでいいカードしたところみたいな感じのテーブルがあってさ、まさかカード捨てるための穴とか開いてないだろうなってちょっと思ってしまうところ。これ透明なガラスでできてんだな。スケスケだよ、綺麗。豆知識。こういうスケスケのテーブルを使うんだよな、本場のギャンブル。要するにラスベガスではイカサマ帽子のためか。その通り、イカサマ帽子だ。ん？人が一人入れるスペースはあるな。そこに隠れて、そこに隠れて指示出すタイプのやつだ。よくあるやつやな。なんか二人一組でやるようなギャンブルの時に。これがどうにかなるの？ああ、ズルをするななんてルールは作ってないからな。いや、カードゲームのルールにはないけどさ、人間としてのルールにはあるからな、ズルをするなってルール。ハル、お前ゲームだけのルールで考えるな。もう全体をよく見ろ。もう人生という全体を見てみろな。必ず2回勝てるように作戦会議だ。一旦部屋に戻るぞ。やはりイカ様をする気だ、この男は。相手が感づくような気がするす。大丈夫かな。ここ俺の部屋やな。お前この毛布ちょっとかぶってみろ。はーい。なんかカービィでさ、こんな感じでマントかぶったギャグがたくさん出てくるような、メタナイト教みたいな感じでさ、なんかメタナイト教みたいになって思うこれ。メタナイト教がこんな感じなんやな、ような気がするんやけど。その状態で俺の顔を見えるか。ちょっとなんかナメコのギャグだにこんな大谷の気がする。ちょっと近いな、顔描いたろうかな。うん、見えるよ。はっきりと。この左方の傷は？うん、綺麗に見える。うーん、ドラゴンってのは目も一人よりいいのな。これがどうにかなるの？ああ、一回は必ず勝てる。バレなきゃ2回だ。でもそれじゃ絶対じゃないよね。ああ、だからお前のそのダイソーに持ってるトランプ、それエースだろ。あ、うん、ルーカスさんにもらったんだ。字間違えると言われてちょっとへこんでます。エフィの名前書いてるけど、それこすったら消えるって言ってたよ。よし、これで絶対になった。紛れさせるつもりだ、完全に紛れさせるつもりだ。何それ、本当にカイジが使いそうな手やもん、こんな。いいかエフィ、これから夜のことを説明してやる。3回までなら説明してやる。だからしっかり覚えろ。え、まさか俺これエフィーナになってさ、その今のから説明するけんさ、それを覚えてその通りにやらなあかんみたいなミニゲーム始まるん？マジで？だとしたら絶対これ3回説明するやつ覚えとかなあかん。メモ取るけどね。メモ帳どこだ、メモ帳とペンはどこだ。よっしゃ、メモ取るぞ。はーい。マーフ、暑い。脱いでいいぞ。あれ。あれ、え、覚えんでよかった、メモらんでよかったパターンこれ。別に俺がやるわけじゃないんや。勝手にストーリー進むタイプだったんこれ。何それ、何その見せかけ。3回まで習ってエフィーナに対して言うたんか。まあそうかもしれんけど、そうかもしれんけどさ、メモ取らなあかんやつかなってちょっと思ってしまったやん。メモとペンを俺目の前に出してしまった。そうそうだな、あいつらより先に言っておかないと。待ちくたびれて眠い。いいか、これはお前を頼りにした作戦なんだ。お前じゃなきゃできないことだからな。こういうお前じゃなきゃできないこととか言われたらさ、めちゃくちゃやりたくなるような、なんかめちゃくちゃ信頼されてるみたいな感じでさ。頑張る。エフィーナもその通りだったよ。さて行くか。早めに行かんかったら先に手打っとかなあかんタイプですからね。でもね、それでもセーバーするからな。待てよ、 HP 回復しとかなあかんで。
や、この後もしかしたら戦闘になるかもしれんで、やってみます。あ、いやいや、あかん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 、早く行かんかったらあいつらおるかもしれん。今何か知らんけどセーブしときます。でもセーブしときます。一番上というわけで、まあ今回はこの辺でお相手をさせていただきます。次回はギャンブルウォーだ。じゃあな。ふう、やっとが変わった。